今日はこの玉ねぎを使った超簡単なレシピをご紹介します。僕はねこの作り方はつい3日前に教えてもらったんですけども、減量中の僕でもですね安心して食べられる調理法になってます。本当に簡単で、この動画もですねあっという間に終わってしまうと思うんですけども、早速作ってみたいと思います。作り方は玉ねぎのですねこの両端を切ります。もうほんとギリギリのところでいいので、こうやって切ったらですねこの玉ねぎを十字にこんな感じで全部切らずに4分の3ぐらいでいいですので、十字にですね切り込みを入れます。そしたら皮を剥いじゃいます。はい、玉ねぎの皮を剥きました。そしたらですねちょっと深めの、お皿がいいと思いますけど、汁が出るのでこのぐらいの深さがいいと思います。お皿に入れたらラップをかけて、じゃあこのラップをかけた玉ねぎをですねこのまま電子レンジに入れて、時間をですね一応500ワットで5分加熱します。はい、5分経ちました。これで出来上がりです。とっても熱いので持つときは火傷に注意してくださいね。はい、これで完成です。どうですか、もうとっても簡単ですよね。で、これのおすすめの食べ方はですね、鰹節とこのポン酢、これをねかけて食べるととっても美味しいです。頭からかけて、でここにポン酢をかけます。じゃーっとね、量はお好みで、醤油でもいいと思うんですけど、ポン酢がね結構美味しいのでぜひ試してみてください。でこの玉ねぎはねもう中まで火が通ってますので、こうやってねめくって、でちょっとこうちぎってこんな感じで、で鰹節と絡めて食べます。で外側の方がシャキシャキしていて、中の方がですねふっくらしています。で今回僕はですね一応5分間加熱しましたけども、これはですね大きさとかあと硬さの好みによって時間はですね調整していただければと思います。あと新玉ねぎとかだとねもっと短い時間でも火が通るんじゃないかなと思います。なんか玉ねぎみたい、これ玉ねぎそう、減量のですね今最終段階で炭水化物はですねほとんど取ってないんですけど、そんな僕でも安心して食べられるレシピになっています。もっと早く知りたかったなみたいな。今日は超簡単にできる玉ねぎの調理法をご紹介させていただきました。ダイエット中の方でも安心して食べられるレシピということで、ぜひ参考にしていただければと思います。ありがとうございました。